沿線風景三重県道512号青山高原公園線は三重県津市と道県伊賀市の境界付近にまたがる青山高原を通る一般県道である通称は青山高原道路かつてこの県道の一部は青山高原有料道路という名の有料道路であった三重県の津市坂木原町から中勢と伊賀地方にまたがる青山高原の尾根津帯を ほぼ南北に抜けて、伊賀伊勢路の青山峠で、国道165号と至る三重県の県道の路線の一つ。区間の総延長は、約23キロメートルで、主な通過地は、津市三里町長野、伊賀市奥場の、招致北山である。当初は、航空自衛隊笠取山分屯基地がある。 津市坂木原町から白山町下機内までの区間を自衛隊が完成させた道路が県道として三重県が1968年に認定したものでその後1975年に青山高原の観光道路として青山峠までの区間を三重県道路公社が開発した青山高原有料道路が整備されて1984年に完全無料化された 沿道に日本国内最大級の冬力発電用の風車群があり、爽快な高原風景が見られるドライブルートとして知られる。青山高原では1970年に室岡目青山国定公園指定を受けた前後から観光地としての注目が集まり始めていた。1961年に近鉄資本で青山高原ハイキングセンターが開設されたのを 川切りに民間企業による大規模なリゾート開発計画も持ち上がった。しかし、この計画を立案した企業は倒産、開発を望む地域住民の声を受けて、三重県が整備を行うことになった。このリゾートへのアクセス道路として開通したのが、三重県道512号であった。1967年に陸上自衛隊被災駐屯地の部隊に、 三重県が依頼して、完成、1968年12月3日に、無料の三重県道512号青山、高原公園線として、路線認定を受けた。当時の区間は、一市郡被災町酒木原から、一市郡白山町大技柿内であり、現在より短かった。1975年、被災市酒木原町麻奥山から、 長郡青山町伊勢路の区間を新設し、同年6月1日に観光道路として整備された 10.7281km の青山高原有料道路が開通した。この際、三重県企業庁から有料道路を管轄する三重県道路公社に管理が移管された。当初は25年間通行料金の徴収が行われる予定であったが、 交通量が思うように伸びず、赤字がある遺跡し、1984年3月31日をもって、同行者による管理は終了。翌月より、無料開放された。青山高原有料道路時代の通行料金を以下に示す。当時は、回数券も用意していたようである。現在は無料である。航空自衛隊カサトリ山分屯基地から終点。 青山峠までの青山高原道路の区間は2、車線に整備されている。笠取山分屯基地から起点がある、津市坂木原町までの東側の区間は、道幅が狭く険しい舗装林道の様相となる。以下の区間 10.7km は、時間雨量 40mm、H、連続雨量 200mm で通行止めとなる。 平日12時間交通量路線バスが運行している区間はない。終点がある青山峠は伊勢自動車道の被災インターチェンジから国道165号経由で約2 2トル名阪国道の上の東インターチェンジから国道422号、国道165号を経由して2 2トルの位置にある。 国道165号と交差する青山峠川から山頂に向かって登っていく約 5km ほどは樹林帯に囲まれたワインディングロードである。津市と伊賀市の境界の沿ってほぼ南北に抜ける青山高原道路の区間は室岡目青山国定公園内にある標高 700m から 800m の青山高原の尾根伝に伸びる道路で適度なアップダウンと 緩やかなカーブが連続する。この地には、日本最大級の風力発電用風車群があり、東側には、遠方の伊勢湾も眺望することができる。以上のように、津市と伊賀市の間を複雑に入り組んでいるため、1975年5月2日に、漁師を管轄する津南、伊賀、名張の三警察署の間で、管轄区域の境界線の協定が結ばれた。 ABCD 賞は50年5月30日30件。国時代359号。ABCD 賞は43年12月3日。三重県国時代816号。ABCD 賞は50年5月30日30件。国時代358号。ABCDEFGH 中創作。ABCDE 小川、クリス、タミヤ2016。 p100, abcd, 中村順一編 2017, p100, a.b30 県県土整備部高速道、道路企画室、三重県の道路、県管理道路四日市大学環境情報学部、第5章。三重県風力発電設備の概要昭和50年5月30日30県、国時代 365a b30 県道路公社公社遠隔、ハット a b30 県。 19ページ、ABC 中村12地編 2018P97、三重県県土整備部高速道、道路整備室、三重県の道路、雨量規制区間国土交通省中部地方整備局、平成17年度道路交通センサス三重県。 警察本部長、青山高原有料道路共用開始に伴う被災、上野、名張各警察署の管轄区域境界線の協定について、第27号、項目コード A000、昭和50年5月2日。ありがとうございます。